なかなか綺麗な飾り付けがありました。小田原駅から南西に約1キロの場所です。秋葉大権現、毎年12月6日に行われます。秋葉山火伏せ祭り。秋葉山はもともと浜松市の山にある火伏せの神であり、江戸時代にこの地に分社されました。天下太平無病息災を願う冬の行事です。天正上とは天の神28宿を清めたも、4時になります。する予定であったということで、この地名が残りました。小田原城を築いた大久保忠世公も三河時代から特に秋葉権現の霊能を受けておりました。小田原城主となった時、領内に祀るようになりました。明治5年には神仏分離という法令ができ大騒ぎとなりましたが、秋葉大権現は神仏一体差し支えなしと決定されて現在に至っております。今年1年の罪、汚れ、恨み、愚痴などの煩悩を焼き尽くし、心も体も清めて新しい命に生まれ変わり、正月を迎える魂の祭りでもあります。本日の日渡りの儀式は山伏問答から始まります。歌舞伎で有名な勧進帳はこの山伏問答を元にしたもので、山伏としての心得を確かめるのでございます。山伏の話、その気はいかに。総じては太閤行部の曼荼羅という修行千年の本尊、大地由来の京料理身につけたその鈴掛けの気はいかに。鈴は国、すなわち大地に輝くようにして。大少女、六根少女、少女とは天の七を供養二十八宿。まず道場のお祓いがあり、信者に手当たりの心得が伝達されます。大下少女、根少女、それから天による魔性を払う作法、続いて斧による道場作りの作法、浜屋による悪魔を払う作法、王権と一般煩悩菩提を嫌い、本来無一物なり、非義粉塵両断となって、古今一人ドクロ善逸となって、ダーマクサーマンダーバーサラナンサーダーマカロシャーナーソワカヤクリタラカワカンパン、ダーマクサーマンダーバーサラナンサーダーマカロシャーナーソワカヤクリタラカワカンパン、ダーマクサーマンダーバーサラナンサーダーマカロシャーナーソワカヤクリタラカワカンパン、ダーマクサーマンダーバーサラナンサーダーマカロシャーナーソワカヤクリタラカワカンパン、ダーマクサーマンダーバーサラナンサーダーマカロシャーナーソワカヤクリタラカワカンパン、ダーマクサーマンダーバーサラナンサーダーマカロシャーナーソワカヤクリタラカワカンパン、ダーマクサーマンダーバーサラナンサーダーマカロシャーナーソワカヤクリタラカワカンパン、ダーマクサーマンダーバーサラナンサーダーマカロシャーナーソワカヤクリタラカワカンパン、ダーマクサーマンダーバーサラナンサーダーマカロシャーナーソワカヤクリタラカワカンパン、ダーマクサーマンダーバーサラナンサーダーマカロシャーナーソワカヤクリタラカワカンパン、ダーマクサーマンダーバーサラナンサーダーマカロシャーナーソワカヤクリ
時の宝球と一般情報なく地また行僧あるにあらず五十承諾の締めを備わって石体大臣流を増します。この八幡狩るが家に七里結界金剛たる圧巻中央を保ちたも狩るが家に七里結界金剛たる新人閣下家難消滅家内安全息災延命第四十八世秋葉三衆ごとく敬って申す。下柱遠いの灰に雪のけた雨のたるきに梅雨の吹き草火を両手にかざして東西南北の書店書物をこの道場にお迎えし華麗なる火の舞の儀式が繰り広げられます。ありがたや秋葉の山に増しませるこの日のもとの火伏せ木の神東方にござんでやっしゃみょう東方にございやっしゃみょう最高最高でやっしゃみょう東方にやっしゃみょう中央に大事大丈夫のみょう東方にござんでやっしゃみょう南方にございやっしゃみょう最高大得やっしゃみょう山本武徳同士により秋葉さんの資金と処置および一般関係の方々の切り捨て仕事煩悩を断ち切る処分祈願文が捧げられあなたにも作法となります。大勢の山口の法律により進められた木の上を素足で歩く荒業でございます。秋葉さんのご神言にのたまキラキラ天皇とはかキラキラ天皇とはか身も心も清める日渡りは必ず知らせて真剣精神を統一してお渡りください。